血友病 B は、あざや出血が起こりやすくなる、血液凝固障害で、第9因子の遺伝子の遺伝的変異によって、第9因子が欠乏することが原因である。第8因子の欠乏症である、血友病 A よりも稀である。血友病 B は1952年に、明確な疾患形態として、初めて認識された。最初に記載された患者、スティーブン・キリストマスに由来する。 クリスマス病というエポニムでも知られている。疾患童貞の最初の報告は、ブリティッシュメディカルジャーナル誌のクリスマス版で発表。血友病 B の症状には、あざのできやすさ、尿路出血、鼻血、関節内出血が含まれる。出血性疾患は、死臭病や、牛のリスク因子であり、出血に対する懸念のため、高校内の衛生管理や、ケアが行き届かなくなることがある。 軽症の血友病 B で最も顕著な高校症状は、乳歯の脱落時の歯肉出血や、抜歯などの侵襲的治療後の出血時間の延長である。重症血友病では、高校組織、唇、歯肉から自発的な出血が起こることがあり、出血犯を伴う、顎関節への出血も稀に観察される。血友病の患者は、生涯を通じて、 多くの高校内出血を経験する。第8因子欠損型の患者では、補充治療が必要な重篤な出血は、毎年平均29.1回発生し、その90%が高校と関係したものである。X 染色体第9因子の遺伝子は、X 染色体に位置している。X 連鎖劣性遺伝する形質であり、そのため男性で多く見られる。 血有病 B ラ遺伝型と呼ばれるタイプでは、小児期には過剰な出血が見られるが、思春期以降は出血による問題はほとんど生じなくなる。このタイプでは第9因子の遺伝子のプロモーター領域に変異が生じているが、アンドロゲン応答性エレメントには異常がないため、思春期以降に第9因子の発現が回復する。血液凝固化スケード。 第9因子は左側に位置している。第9因子の欠乏は出血傾向を増大させ、自発的にまたは経度の外傷によって大きな出血が生じる場合がある。第9因子の欠乏は血液凝固カスケードを阻害する。正常なカスケードでは第9因子はコファクターである第8因子によって活性型となる。血小板が両者の結合部位となる。 この複合体はダイエック X 因子を活性化し、ダイエック X 因子はフィブリノゲンからフィブリンへの変換を助ける。血友病 B の診断は次の検査によって行われる。この遺伝性疾患と判別すべき疾患は、血友病 A、血友病 C、フォンミラブランド病、フィブリノゲン障害、ベルナールスリエ症候群などである。治療は断続的に重大な出血が起こった際に行われ、 大内因子の静脈内注射や輸血が行われる。ヒステロイド性抗炎症薬は出血を悪化させる場合があるため診断がなされた場合は使用を避けるべきである。外科的処置はトラネキサム酸を併用して行うべきである。単純な抜歯を含む外科的治療は出血、過剰な傷や血腫の形成のリスクを最小化するように計画されなければならない。 バッシやバッシ後の出血に対して局所的な保護を行うため真空成形スプリントが利用される場合がある。詳細はヨーロッパの王室における血友病を参照2009年遺伝的マーカーの分析によりイギリス、ドイツ、ロシア、スペインなど多くのヨーロッパの王族に影響を与えていた血液疾患が血友病 B であることが明らかにされた。ありがとうございます。